千本座は、かつて存在した、日本の映画館である。正確な成立時期は不明であるが、京都府京都市上京区千本通り一条、上がる東側にあってもともと、大野座と呼ばれていた芝居小屋を、牧野正蔵が1901年に買収して、改装、同年9月に、改めて開館した。1912年9月、日活に買収され、 第二次世界大戦後の1950年前後に千本、日活館と解消した。同館の館主であった牧野が、同館の俳優を使用して、日本初の時代劇映画と呼ばれる、本能寺合戦を制作、監督したことから、劇映画発祥の地として知られる。同館の跡地の近隣に現存する映画館である千本日活とは異なる。1910年に、 横田商会が制作、牧野昌蔵が監督した、中心蔵における、小野松之助。千本座の建前、1929年8月1日に行われた、牧野昌蔵葬儀当日の様子。当時はすでに日活の直営館であった。明治時代、正確な成立時期は不明であるが、京都府京都市上京区千本通り一条、上がる東側、 大道片原町665番地に、大野座と呼ばれていた芝居小屋が存在した。当初は、芝居小屋というよりも、上7県の芸儀が出演するギガユといった演芸を、上演する演芸小屋の要素が強かった。同館は、隣接する、牧野正造宅の敷地内にあったため、牧野とその母、牧野いよいよが1901年に買収して、これを改築、同年9月1日に、 改めて会場式が行われ、千本座として開館した。道館はもともと300坪もの大劇場であり、大改築の工事であった上に、同年6月6日に新京国の時技が消失、このために規制が厳しくなって、数度の改築を余儀なくされた。道館は、牧野が経営に乗り出した当初は、引き続き急劇を上演し、 西陣地区を代表する芝居小屋の一つになった。後に千本にも登るサイレント映画に主演する日本初の映画スターになる小野松之助は1909年に牧野によって岡山で発見されたとされるが1902年2月、1905年1月及び同年2月に同館で公演を行っている記録が残っている。1903年6月に 京都に開業した横田商会は、同館でシネマトグラフの興業を行っていたが、同社の横田栄之助が1908年に、牧野に映画制作を依頼、牧野は同館に当時出演していた中村福之助、嵐尻徳を主演に、本能寺合戦を制作、監督し、同作は、同年9月17日に、東京、神田の西木、輝き館で公開された。 同作は、日本初の時代劇映画と呼ばれる。翌年7月14日から数ヶ月間、尾野松之助一座が同館で公演を行ったが、同年10月17日、公演中の松之助に、横田商会が制作する、五番中心源氏石杖への主演を依頼、同館の裏にあった大長寺の境内で撮影を行った。同作は、東京、浅草公園6区の富士館で、 同年12月1日に公開された。1912年9月10日、横田商会が他の4社と合併して日活を設立。この時に日活が同館を買収、映画常設館に業態を変更し、同社の直営館とした。1925年に発行された日本映画年間対象13.4年によれば、当時、すでに西陣地区には、 日活直営の道館のほか、東亜キネマ作品を興業する西陣帝国館、帝国キネマ演芸作品を興業する大国館、松竹キネマ作品を興業する第二八千代館、同じく松竹キネマ作品を興業する日本座の四館が存在していた。当時の道館の経営元は、日活主会社の京都土地興業、代表者は日活社長の横田栄之助、支配人は、 中川翔三郎、観客定員数は1200名を誇った。1926年9月11日、松之助が死去し、同月16日に日活が車窓を行い、堀川丸田町にあった松之助邸から、棺が運び出され、道館の前を通り、日活大将軍設影所に運び込まれた。同葬儀のドキュメンタリー映画は、尾上松之助葬儀として公開された。 1929年7月25日、牧野が死去し、同年8月1日に牧野プロダクション5室、撮影所で、告別式が行われたが、この時、すでに日活のものであった同館の前から始まって、かつての日活北ケ道撮影所後、ついで日活大将軍撮影所の前を通って、式場に遺骨が運び込まれている。同葬儀のドキュメンタリー映画は、 牧野肖像葬儀の実況として公開された。当時の西陣地区の映画館は、同館のほか、牧野プロダクション及び東和キネマの作品を興行する西陣帝国館、同じく牧野プロダクションの作品を興行する西陣、牧野キ,キネマ、小築キネマ及び帝国キネマ演芸の作品を興行する西陣、八千代館及び日本座、東和キネマの作品を興行する西陣、 弥生館及および長久館、帝国記念前演芸の作品を興行する昭和館の7館が存在した。1942年には第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が同年2月1日に設立された社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が暮れない系、白系の2系統に組み入れられるが、 映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記述されていない。当時の同館の経営元は引き続き、京都土地工業、支配人は、関喜鉄郎、観客定員数は625名に縮小していた。当時の西陣地区の映画館は、同館のほか西陣帝国館、西陣キネマ、京都長久座、昭和館、新興映画劇場、 戦線映画劇場、堀川文化映画劇場、吹き映画劇場の八冠が存在した。戦後は1950年前後に千本日活館と解消している。1953年に解消したという資料も存在するが、同年以前である1951年に発行された会社年間1951には、伏見日活館。 福知山第一日活館等と並んで、すでに1000本日活館として記載されており、1952年に発行された日活40年史も同様である。1963年6月、日活が当時の一連の資産売却の方針により、閉館、翌年には博多日活劇場、名古屋日活劇場等と共に同館を売却した。売却先は、 田中不動産、売却額は3990万円であった。跡地は改装されて、コマストア1000本店、声優ストアによる買収後は、声優ストア1000本店になった。その後1985年6月、鉄筋コンクリート9階建てのマンション、ハイツ1000本1畳に建て替えられ、同マンションの一階には、無印良品千本が入居していたが、二千十四年に、 閉業した。現在は同地の前の街頭に千本座土地のプレートが設置されている。同館閉館後の西陣地区での日活の工業については同館の閉館とともに西陣新地土地建物株式会社が経営する5番、街頭だからを千本日活と解消して引き継ぎ、その後経営が現在の宮崎工業に変わり、現在に至る。 2019年7月現在、千本に一括は同地区に残る最後の映画館となった。この記事は以下のカテゴリでも参照できます千本に一括館に関するカテゴリありがとうございます。